大電湯沢は日本のドラマー、岡山県岡山市出身、早稲田大学中退、1999年に解散した世紀末の構成員であり、当時は大電湯沢と同音維持を名乗っていた。世紀末在籍時の公式設定によると、BD1034 年11月21日、地獄の鬼ヶ島昼間運転発生の4代目ドラマー。ドラマーだが、 世紀末時代の自作曲作品、緑色の雨では、キーボードも操った。以降、混乱を避けるために、来年は人間であるとしての説明とする。1985年、デビュー直前だった、世紀末の三代目ドラマージャギーフルカワの脱退による、ドラマーの欠員に伴い、世紀末に加入。ゼノン・石川とのリズムコンビネーションは抜群で、モンスターリズムセクションと称され、 ミサでは曲の合間にゼノンとソロアンサンブルモンスターリズムバトルを披露することもあった。1999年に解散するまでの14年間、ゾッドシンタオやゼノンと共に世紀末のリズムを支えた。1992年に発売された動画経典、フマネソサエティ人類愛に満ちた社会では来電役で声優出演もしている。1991年世紀末と 並行して、ゼノン・石シカワと、怪人・松崎様と共にフュージョンバンド、RX を結成。その後活動を休止するも、1999年の世紀末解散を機に活動を再開、雷電湯沢と改名した。RX の最低死後は、世紀末時代の名優である、ルーク・タカムラらと、カンタを結成、様々なセッションなどと同時に活動中である。ヘビメタルには、 少ないシングルバスセッティングのドラミングスタイルであり、バスドラムを高速で連打する際に、かかととつま先を交互に駆使して叩く、フロアタムを混ぜ込んで、ツーバスのように効かせるなどの技術を持ち合わせている。影響を受けたドラマーとして、レッド・ツェッペリンのジョン・ボーナムを挙げている。世紀末時代には、ジョン・ボーナムの奏法を解説した教則ビデオ、ドラマー、パーフェクトガイド・ジョン・ボーナムを出していた。 貴重面な性格で自宅の部屋は整理整頓が行き届いているという。また退職感であり満腹しないと眠れない。好きな食べ物はカツ丼、ナポリタン、カレーライス、モスバーガー。食事が足りない時などは足りないと発言するのが定番であり、正規末信者の間にも浸透している。ミサ当日が発生日だった時にはステージ上でカツ丼、ナポリタン、 カレーライスを食べ祝った。ゲーム専門誌にコラムを持つほどの無類のゲーム好きで、マージャンやファミコンなどは、ダミアン・ハマダ現代魔王陛下のジップ、サタン44世以前大魔王陛下公認のライセンスを持っているとされる。マージャンは大学時代からの趣味であり、老人形の館の活動経典でもマージャンをする場面がある。ザ・アルティメット・ブラック・マスの2日目。 ザサタンオールスターズデーでは、まだ一度も、世紀末のミサを、客席から見たことがないとの理由から、ファラオのように演奏の際に、ジャギフルカは CAP とドラム演奏を変わり、最前列で一人体育座りになって、演奏を眺めた。要望は若い頃の志村健によく似ており、たびたびそのことをネタにされている。世紀末時代には、映画村で、殿様の格好をして歩いていたら、すれ違った。 通行人から志村健と間違われたという話を、あるツアーの MC で披露したことがある。別のミサツアーでは MC で、志村健のモノマネをしたこともあった。デビュー当時、雑誌の記事で、停電湯沢という誤植をされたことがあるが、特に抗議などもしていない。デーモン一族を中心とする魔族をメインに構成された世紀末の中で、唯一、 雷神のせがれという悪魔とは違う種族のものということになっており、雷神は天地共通の教皇であることから、神々以上に大魔王とも特に信仰が深く、魔性復古の大号令に協力しているという関係にあるという内容を雷伝加入の背景もしくは根拠としている。こうしたことから、バスドラムのヘッドや期間限定最終決時の戦闘服のベルトの飾りには雷神を象徴する。 三つどもえが描かれていた。世紀末加入後しばらくは銀色の顔に赤い無カンヘアーだったが、1987年には真っ白な顔にボサボサヘアーに変化していた。世紀末としての設定では、これは雷神族特有の変身能力で、このことから現在悪魔、人間、カラスへの変身が確認され、デーモン一族以上に、 多彩な変身が雷神族及びその子孫たる雷電湯沢には可能とされている。世紀末解散後の設定としては、容姿は人間であるものの、人間として活動していると明言したことはなく、時折、僕は悪魔だからなどと発言していたり、RX 再始動当時に石川俊介が、ゼノンは地獄に帰ったので、僕は人間の、 石川ですと発言したのに対して雷電は、僕の場合はちょっと違いまして、雷電湯沢が用を忍ぶ、仮の姿で活動してるだけですと述べ、人間の姿もこれら変身体のレパートリーの一つとしている。これに売れば、元世紀末構成員で現在も、なお世紀末時代のキャラクター設定をそのままに、活動しているのは、デーモン閣下と雷電の2名ということになる。詳細は、 世紀末の経典一覧を参照詳細は RX のディスコグラフィを参照。ありがとうございます。